はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ガールフレンド音符やっていきたいと思います。ちょっと新しいイベントの告知が来ましたね。ちょっと下のところで学園盛り上げ隊、不思議の国のガール編ということで、前回の新年の音符編とまあ同じ感じのイベントですね。で、1月18日のメンテナンス終了後ということで、今日はまだ1月17日なんで、次回からはちょっとこちらの方を中心にやっていこうと思います。で、前回は有利カラーが確かオレンジと黄色だったかな、だったと思うんですけど、今回はピンクとブルーという、ところになってまして、ピンクは自分の手札の中でもかなりいい部類で、で、ブルーはちょっとね、村上先輩しかいないんですけれども、まあ、ピンク中心で来てくれれば結構いい感じで進んでいけるのかなと思います。で、前回は、まあ、ちょっとねストーリーの方が全部、こなせなかったんですけれども、まあ、今回は結構やっていきたいと思いますので、まあ、最悪でもねストーリーは全部、こなせるような感じで進めていきます。で、ラックストーンが今2250で、まあ、ちょっと全部回収は終わってるんでこれ以上は増えないんですけれども、まあ、始まって少し経てば多分2500は持っていけると思いますので、まあ、溜まった段階でまた盛り上げ隊の方の、ガチャを引いていきたいと思います。じゃあちょっと、ストーリーの方を見ていきましょう。ステージいくつだっけ。あ、ステージ8だ。みんなの希望、何みんなの希望って、てん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 っていうか線だな負けちゃいましたね。あ、そっか、じゃんけんしたところだ。結局負けたのか。ちょっと生徒会の方でなんとかしてほしいよ。あ、俺がじゃんけんしたの。なんか神楽坂先輩が最後じゃんけんしてなかったっけ結局俺に押し付けたのか。俺に押し付けた挙句に責任まで責任まで転嫁しようとしてるな。神楽坂先輩絶対 S だよこの人。俺別に M でもないのにな。神楽坂先輩のちょっと好みには合わないな、そうすると残念ながら。なんか他の場所で、そうそうそう、別の場所で練習できないの。なんか渋い顔してるよ皇帝か目立つな。そうだね、部活している人たちに見られたら恥ずかしいけど、君たちの部活は大丈夫なのかい。しかもみんなまだ制服着てるけど、さすがに制服で練習はしないでしょ、ダンスユニットなんだから。お、部屋を確保できたか。キャンセル待ちが開いたんだね。っていうかさ、キャンセル待ちもさ、ちょっと生徒会の方でさ把握しといてよ。ほら、俺が探しに行ってここ手配できたんでしょ。そういうのはさ、もっと事前に生徒会の方でなんとかしてくれよ。大丈夫かここの生徒会。踊る曲がわからない。これだけのメンツがいながら、神楽坂先輩とか村上先輩はもう少ししっかりしてそうな気もするんだけど。またみんなの希望を聞き出すとさ、収集つかなくなるよこれ。何か言いたそうだけどね大丈夫？土壌すくいなんかさ踊ったってさ単なる笑いのネタになって終わりでしょ。日本舞踊か、また難しそうな。日本舞踊ってジャパニーズダンスっていうの？そのまんまだけど。大丈夫？なんかすごい痛そうだよ振りが簡単で目立たないもの。でもさ、そういうやつでさダンスバトルに勝ち抜いていけるの？やっぱり難しい振りを踊ってこそ
上位に組み込めるんじゃないかな。みんな消極的だな。なんかちょっとこのチーム編成失敗したんじゃないか。まあ椎名さんはね多分いけると思うんだけど、実はもうこれあれでしょ、曲決まってるでしょ。衝撃の事実が判明した。ほら課題曲って曲が決まってるんだよもう。でもその方がさ、いちいち曲決めで揉めないから全然大丈夫だよ。うん、聞いてないよ特に。生徒会からデモ動画をもらってきたって、生徒会でそんなもん撮ったの？だってさ、デモ動画作るのもかなり大変でしょう。デモ動画を見せてくれ、俺にデモ動画を。ルルララララーン。本当にそういう曲かっていう感じだけど、そんなに難しい振りなの？ももちゃんやっぱり背小さいね。帰ってもいいですかって。いいよ一緒帰ろう。お、神楽坂先輩やる気満々だな。あ、みんなの希望ってそういう希望ね。希望を聞くってことね。なんか俺が最後の希望みたいな、そういう希望かと思ったら違った。じゃあ曲の方も、やっていきましょう。ちょっと次の曲が分かんなくなっちゃったんで調べてたんですけど、夏目先輩のところまでやったんで、次はコルリさんですね。田村ゆかりさんか。これまあ歌うためにみんな集められるんだよね。声優さんもこれあれなのかな、やっぱりギャラ違うのかな。誰でいこう、得意曲がいないんで、まあ椎名さんでいっか。まあ、正直ちょっとあんまり知らない声優さんとかもねこれだけいるといるんですけど、まあ、田村ゆかりはねまあさすがに知ってますよ。あとまあ曲の中でいくと、俺結構ね加賀美さんの曲とゆずちゃんの曲が好きですね。まあ、ゆずちゃんはそもそもお前がひいきしてるんだろうっていうのはあるかもしれないんですけど、まあ、加賀美さんはあれなんですよ、声優さんクギミーなんで、まあさすがですよね。クギミーもなー、ちょっとあんまりこういうのあれだけど、ギャラ高そうだな、クギミーファンから怒られそうだけど。でもまあクギミーといえば、俺はねやっぱ鋼の錬金術師が結構好きなんで、アルフォンスですね、代表作。俺の中でですよ別に。そう、あと声優さんといえばやっぱりドラゴンボールもなんか今新しいやつやってるみたいなんですけど、あのナレーションの人、海王様の声優さんがちょっと体調不良で入院しちゃったのか、なんか療養してるって言って、ナレーションが今変わってるみたいっすね。まあ俺ドラゴンボールは普通のドラゴンボール Z とかまでしかアニメでは見てないんですけど、あれもね結構リメイクされててやっぱり人気ですよね。ドラゴンボールもそのリメイクのたびにちょっとね戦闘シーンとかが変わるんですけど、なんかどっかの作品でねすっげーしょぼい戦闘シーンとかがあるんですよ。まあ動画で上がってたやつを見たんですけど、あ、これはひどいっていう。なんかもうスーパーサイヤ人とかで戦うんですけど、いやもうなんか初期の悟空でもこの動きできるでしょうみたいな。それほどねなんかスピード感がないっていうか、だってもうスーパーサイヤ人とかのスピードって一般人の目には見えないじゃないですか。ある程度強くても多分見えないと思うんですよ。でもこんな戦闘シーンみたいな、何のやつだったかな忘れちゃったけど、ドラゴンボール普通の Z の戦闘シーンはね結構いいと思うんですよね。スピード感あって、全体的にどの作品がいいんだろう。まあドラゴンボールは結構昔やってた世代なんで、今はね
あんまりやってないっすねって言いつつフルコンが出せたな。だいぶ慣れてきたな、このキャプチャー操作も。やっぱり感度の設定を変えたっていうところがでかいっすね。これベストスコア出るんじゃないか。お、余裕だなてかこれ全然やってなかったんだな。あれ、てかこれフルコン出してなくねこれまでの最高コンボ数60だし、ミラーボールももうちょっと回していけばよかったかな、それだったら。あ、レベル上がった、ついでに。よーし、体力上限45、ラックストーン50個ももらえるし、好感度も27、村上先輩もマックス、だいぶマックスの人が出てきたな。ゆずちゃんをね、もうちょっと好感度上げたいんだよねもう完全にひいきしてるけどね、俺ゆずちゃんこんなの出るんだ知らなかった全部スキップしてたんだけど。よーし、はい、というわけで、まあ次回からはちょっとイベントの方をやっていきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。